それではお時間となりましたので、ここで新しい言語を発表させていただきます。新しい言語は令状です。違う、これ違うね、これカルロス・ゴーンさんの。もう一回やります。新しい言語は令和。この言語が変わる、これに匹敵するぐらい大変なことが起きております。それはザ・ニュースペーパー、なんとDVD が発売されました。これに関してですね、我が総理からですね、皆さんにお言葉があります。新しい時代令和となりましたですね。まあびっくりしましたね、本当にね。4月1日の発表、エイプリルフール、1年のうちで一番信用できない日に発表することになった。しかも信頼度が薄い菅官房長官の発表ということで、嘘だと思う人も多かったんじゃないかってことを感じます。令和いいですね。今もうなんか売れてるそうですね、万葉集がね。一番人気のものは全て振り仮名を振ったものが人気とかいうことでね、早めに麻生太郎さんにプレゼントしようと思います。ね、今頃万葉集とか言ってなきゃいいなと思います。さあ続いて私、世界情勢について話をしたい。もっと分かりやすく伝えるために手話通訳の方を用意しましたので、よろしくお願いします。あ、どうもありがとうございます。浜田さんでございます、よろしくお願いします。まあ問題はアメリカと中国、米中でございますよね。本当に米中はね、いろいろ問題多いです。貿易戦争だけじゃないです。日米よりも多いと思いますよね。日中よりも問題が多い、それが米中でございますが、今話題はハイテク戦争でございましてですね、次世代型通信システム 5G、6G へと変わっていき、ハイテク戦争はますます激しさを増しているところであります。またアメリカと北朝鮮の米朝首脳会談2回目がベトナムのハノイで行われました。残念ながら非核化をめぐる交渉が決裂いたしまして、合意文書は見送られました。まあどんな会談が行われるのか、この会談で何が出てくるのか、もしかするとひょっこり出てくるのかも。まあ国内におきましてはですね、まあ厚生労働省の問題ですが、なんとか解決するために省庁官庁の協力を得ながらですね、前へ前へ進めていきたい。ただ今一番気になることというのは、記者の皆様が手話しか見てない。どうも大阪市長の松井一郎です。大阪府知事の吉村博文です。はい、この度大阪ダブル選挙入れ替え戦、見事圧勝いたしました。よっしゃー。大阪万博も決定いたしました。万歳万歳万歳グリコ。なんでやねん。どうもありがとうございました。絶対大阪の方に怒られますよ。本当に安倍総理に負けるってことは死も同然なんです。びっくりしました、あなたがそんなことをおっしゃると思わなかった。ですから、今回もこのニュースペーパーの DVD が売れないってことは僕にとって死も同然なんです。そんな深く受け止めなくていいと思いますよ。言い過ぎました。そうですね、はい、そんな売れる時代でもないし。そうなんですよ。ただですね、でも売れないよりはわずかでも売れた方がいいじゃないですか。いや、まあそうですよね。わずかでも売れるためにはその道を探す、その道を作るしかないと思うんですよ。さすがですね。ね、そこで総理にお願いです。総理は道を忖度して作らせるのが得意じゃないですか。そんなことないですよ。ですからこの DVD の売れる道も作ってください。あの北九州の話もらったけど、あの道路の歌も忘れてください。もうやめてください。お願いします。総理、ご苦労様。じゃあありがとうございました。かわいそうにあの人、この間まで桜田大臣の役やってたのに。え、どうしました。こんなにいないの。びっくりするわ。確かに伊藤選手の、ね、引退会見に比べたらそれは少ないです。これでも来た方だと思いますよ。この度は国民栄誉賞辞退してしまって、本当に申し訳ありませんでした。いや、それに関してはね、ちょっと辛いですよ。後悔しないんですか。後悔なんてあろうはずがない。そんなに言いませんか。あんたが後ろに言いましたけど、それね。言いましたけど。こんなに反応ないの。ドナルド・トランプ大統領に就任して2年が過ぎた。今アメリカ国民は俺に対して2つの意見で分かれている。トランプの言うことを信じるなという意見と、
トランプの言うことを疑えという意見一緒ですよ、同じ意見ですよ。俺も同じ意見だ、言え何の芸ですか。あんたら日本人に言いたいことがある。俺頭きてんだ。なんでアメリカの車買わないんだ。え、1兆2600億もかけて、あの使えないステルス戦闘機105機も買ってくれるんだったら、使えないアメリカの車も買ってくれよ。なるほど、日本政府はバカだったけれども日本の国民はバカじゃなかったということですね。なるほどな、そういうことか。だが北方領土はいい加減に返してもらえよ。アメリカのシーレーンのためにもな。しかし4島返還は難しいんじゃないでしょうか。いや、そんなことない、やり方次第。例えば歯舞色丹の2頭とザキトワにプレゼントした秋田犬とプーチにプレゼントした秋田犬の2頭合わせて4頭だったら返してもらえるかもしれないぞ。誰が納得するんですか、その4頭で。というわけでこれからも俺は重要な案件はツイッターで発信していく。そしてどうでもいいことはちゃんと記者会見を開くから見てくれな。いや、逆ですよ。サンキュー、バイ。またこれ歴史的資料ができましたからね。資料ですね、これ毎年何のニュースがあったかをね、この定築の我々の DVD を見ればわかる。ただあんまり古いの見ると何が事実で何が逆かわからなくありますけどね。やっぱり激動だったのが10年ぐらい前の毎年コロコロ総理が変わるっていう時代に、麻生さんやりまして、鳩山さんもやりまして、野田さんやった時はびっくりしましたね。絶対先輩の方が似てると思ったんですけど、やりたくないって言ってですね。野田さん以外なら何でもやるから勘弁してくれ、いくらでも怒るからやめてくれ、ね、重責に ね耐えられないと思って、なんとか目標は高く、この新作の DVD 僕の安打数と同じ4376枚を売り上げて、そしてこの国民栄誉賞は辞退しましたが、定築エンターテインメント賞を狙ってます。そんな賞あるよ。お願いします。枚数も低い。枚数でしょ。枚数やろ。あああああ、定築の方があの微妙な顔面で高いのかもしれない。そんなに高いのやってくれた。田中学さんいいんじゃないですか、初めてなんで。本当ですか。珍しくですね、うちにしては珍しく下積みが長く7年ぐらい経ってやっとメンバーに。そんな厳しい世界じゃないんですけどね。僕も出ます。 DVD 買ったね。もう一個私がやる。